今回第13回全国の選抜大会出場ということで、大変学校の方も盛り上がっております。年度高校のラグビー部は、今のこの2年生が、続いて行われた東北新人大会におきまして、2部というもらってんです。今回この前も立派なラグビー場がカルビーですね。カルビーの予選リーグで、全勝して1リーグに1トーナメント進出して優勝して帰ってくることです。